SLM の最終製品の一つ、スイス国鉄リ四460系電気機関車1960から80年代の SLM の代表的製品である。スイス国鉄リ四420型とリ620系の10連世界初のボギー台車の全軸駆動機、ベルン・レッチュベルク・シンプローン鉄道 A4、4型1920から30年代の SLM の代表的製品である。 スイス国鉄イ A4、7型 SLM の最初の製品である、リギ鉄道7号機、製造名板に、ノーイチの製版が入るウェルズ、スノードントザン鉄道6号機。インドの保存鉄道、ニルギリ山岳鉄道37,395号機、スイスロコモティブマシンワークスは、スイスのビンタートゥールに拠点を置いていた、鉄道車両、鉄道関連機器メーカーである。 所在地からビンタートゥールとも呼ばれる。SLM は1871年にチャールズ・ブラウンによってスイス北部のチューリー州ビンタートゥールに機関車及び機械の製造メーカーとして設立された。設立者のチャールズ・ブラウンはロンドン生まれで工作機械の父と呼ばれるヘンリー・モーズリーのモーズリーフィールド紹介で機械工学を学んだ後、 スルザーの創立家であるスルザー家が親戚であったことから当時のスルザーブラザーズ社で技術者として蒸気エンジンなどの製作に関わりその後独立して SLM を設立しているなおチャールズ・ブラウンは1884年には同社を離れ電気機関車製造では SLM と深い関わりを持つエリコンの電気部門設立に関わったほか 1892年には、彼の長男のチャールズ友人ラッセロット・ブラウンが、バーベンで、同じく電気機関車製造では、SLM と深い関わりを持つ電気メーカーである、ブラウンボ・ボベリを設立している。SLM の最初の製品は、1873年に、製造された、リギ鉄道の7号機で、縦型ボイラーのラック式蒸気機関車であった。 その後蒸気機関車の製造を続けながら、1898年のユングフラウ鉄道ハジュに、新潟から電気機関車の製造も開始している。電気機関車の製造では、車体や台車などの機械部分を担当しており、電気品はブラウンボベリアエリコン、セシュロン製のものを搭載し、駆動装置は電気品メーカー製のものを搭載するか、 電気品メーカーが設計し SLM が製造したものを搭載する手法をとっている。蒸気機関車、電気機関車ともに、小型機から大型機まで手広く手がけているが、大型機は国内向けが多く、逆にスイス電気メーカーが電気品を供給したスイス国外向けの電気機関車では設計のみを担当し、製造は現地のメーカーが担当する事例もあり、 SLM 系のデザインの機関車型メーカーでも製造されていた。逆に、ラック式機関車を中心とした小型中型の機関車は広く国外に輸出されており、世界の多くの山岳鉄道の設備は SLM によって構築されたとも言われている。1998年に親会社のスルザーアは SLM の鉄道車両エンジニアリング部門を アドトランスに売却したが、そのうちのラック式鉄道部門は、同社のスコープ外となったためアドトランスから、スタドラーレールに売却されている。また、サルザー・ウィンプロと、社名変更されていた旧 SLM の残存会社から2001年には、MBO でウィンプロが独立して、旧 SLM の従業員を持って、車両整備等を手掛けており、 その後同社は2005年9月7日からは、スタドラーレールの子会社化されて、スタドラーウィンタトゥールとなっているほか、同じく2000年には、蒸気機関車整備、生産部門が MBO により DLM として独立している。一方、スイスのエンジニアリング会社であるプローズは、アドトランスの後ろ身である、ボンバルディアトランスポーテーションから2001年に、 S 旧 s l m の計測、試運転部門を買収している。日本に輸入された SLM 製蒸気機関車は6年間で4形式16両のみであり、いずれもタンク機関車であった。最初の SLM 製機関車は1893年に設置鉄道に導入された機関 762mm の4両で、後に佐世保鉄道を経て国有化され、 国有鉄道の家215型となったものである。同一形式で最も数が多かったのは、奈良鉄道が1897年から輸入した7両であり、日本において最も成功した SLM 製の機関車である。この機関車は、関西鉄道を経て国有化され、2800型として太平洋戦争後まで使用された。残りの5両は、 1898年に唐津工業鉄道が開業用として用意したもので、日本の鉄道事業者が機関車を SLM 製で揃えた唯一の例である。車軸配置は C で、中型機4両と小型機1両の2種があり、中型機は九州鉄道を経て国有化されて1500型となったが、その後の使用期間は短かった。対象機に入ると、 感染の電化が起とされるようになり、そこで使用する電気機関車として、鉄道省は、機械部分の製造担当の SLM と、ブラウン・ボベリーもしくはメトロポリタン・イコール・ビッカースとの合作で3形式5両を輸入している。いずれも、標準型機関車製作のためのサンプルとすべく、輸入されたもので、本格的に導入されることはなかった。また、SLM や、 他のスイスメーカー製の電気機関車は、全般的に構造が精地で保守に当たっても、相応の技術水準が求められ、基礎的な工業力の劣る日本では、十分に使いこなすことはできなかった機関車もあるが、後に ED41 型となった、薄い峠専用のアプト式機関車である1040型については、伝送品を中心に一部の簡略化や、 運用実態に合わせた修正は施されたものの、機構部の基本設計はそのままに ED42 型として日本のメーカー各社により量産されている。ありがとうございます。